どうもフロアンティークのユミです。いや今日のねちょっと夕方頃ついて、まあ夕方つも15時ぐらいなんですけど、あの午後4時でもうこんな暗いんですよね。今はまあ全然もう時間経ってるんですけど、全く変わらずもう16時の段階で真っ暗くなるんですよね。だけどまあ、あの治安はいいみたいなんで、でまあついてねちょっと一個行ってみたかったのが、まあここのちょっと今ねこの光なんですけど、まあなんでこれ透明で撮ってるかって言ったら、これサウナなんですよね。しかもこれ湖、あの海の上に浮いてるみたいなサウナになってて、でしかもねこっちのサウナって基本的にみんなあの水着着ないんで全裸なんで、近くで撮っちゃうとみんな裸が出ちゃうんで、そこは撮らずに透明でやってます。もうめちゃくちゃ良かったっすね。もう全然自分なんて英語はクソみそなあのことしか話せないんですけど、まあそれでもなんかいろいろ話しかけてくれて、で日本だったら温泉有名だよなっつって、うん、でそれでまあサウナどんな感じなの日本はみたいな言ったんですけど、でもやっぱりこっちのサウナはすごいですね。あみんなであの桶にある水をあの炭かな、なんかよくわかんないやつにかけまくって、石まあ、下にあの薪を焚いてですね、すげえいい経験できましたね。またここでもねどんだけサウナ行くねんって話なんですけど、まあでも北欧は本当にちょっとリフレッシュのために来たのにも近くて、まあ、明日もちょっとねあのプラッとまた美術館とか行って羽伸ばしたいと思います。今2日目がスタートして、ここがねあのスウェーデンのストックホルム共同墓地のねスコーグシュシュルコゴーデンっていうところにいて、あのまあ中は撮れなかったんですけど、まあてか、まあ、撮ろうと思えば撮れたんですけど、なんか墓地なのでなかなかねこんな感じで撮るのもあれかなと思って、まあ写真だけにして、まあ、すごく広くて本当にねもう森林の中を歩いて、ストックホルムらしいなんか建築とその自然の美しさみたいなのを得ましたね。で今こんな感じですごく綺麗なんですよね。もう Windows XP とかの壁紙みたいな感じの美しさですよね。で今太陽がここにあって、これまあなんか日が昇ってきてるのかと思いきやもうここまで傾いてるんですよね。1時半ですよ今、1時半、早すぎますよね活動時間が短いっていうか、まあ、結構このストックホルムのお店ってなかなかあの18時とか17時で終わることが非常に多くて、まあ、その理由がうなずけますね。でまあこんな感じでね、ここにでっかい十字架があったりとか、うん、なんか本当にここは心が休まりますね、うん、安らかになるような場所だと思います。ここはストックホルムのコペトガーデンみたいな名前のところ、今すみませんちょっと寒すぎて頭がどうにかなりそうです。もう今もうコペンハーゲンよりも温度が全然違くてめちゃくちゃ寒いんですよ。もうだからもうめちゃくちゃ気にしなきゃいけないんですけど、めちゃくちゃ気持ちいいですこの風景最高ですで今サウナ帰ってきてちょっとゆっくり仕事しながらビール飲んでハンバーガー食ってます。やっぱこっちいる時も、まあ、そのずっと服見てるわけじゃなくて、あのオンラインショップやってるんで、その仕事もねあの iPhone で、まあ、今撮影してるのも iPhone なんですけど、iPhone で全部済ませられるんで、まあ、これからの動画いつ公開するかなとか、まあ、あとは次の夜先の、まあ、Airbnb なんでコミュニケーションを取ってあのいつチェックインするのとかどんなアメニティがあるのみたいなのも聞かなきゃなんで、まあ、そういうのもやってて、まあ、意外と旅行中もね結構バリバリ仕事をするって、まあ、なかなかゆっくりはしたいですけど、まあ、でも今日はゆっくりできたかな。北欧はすごくゆっくり仕事できましたかね。で次ベルリンで、ベルリンでその買い付けの仕事っすね。あと撮影、まあ、撮影に関してはまあどこの都市もやってるんですけど、でちなみに今日行ったヘラスゴーデン、ヘラスガーデンだったかな、まあそこもそのコペンハーゲン のラバンチェーネにちょっと似てる感じだったんですけど、もう寒さが全然違って、今日行ったところはめちゃこう都市部の下の方なんですよね。いやもう森の中みたいな感じで、で湖があって非常に寒くて、ストックホルム中心部が暖かくなるぐらい暖かく感じるぐらい あのあっちは寒くて、確かその時の気温が3度だったかな。3度の中あの湖に飛び込むっていう、でも結構本当にもう
全ての神経が研ぎ澄まされるぐらい寒かったんですよね。だってもう水風呂より寒いですもん、外の方が。でも湖入った時の方が若干なんかこう外いるよりかは暖かかったのかなっていう。まあでも結果的にあの濡れちゃうんで、それで風が吹いて体感温度も低くなるんであれなんですけど。でちなみに今いるバーが、バーというかまあハンバーガー屋みたいなのがこんな感じになってて、なんかあのミートボールが有名なレストランらしいんですけど、ミートボール頼まず普通にあのハンバーガー頼みました。でまあ次からはベルリンなんでね、ちょっとベルリンはあの気合い入れてマーケットいっぱいあるんで、古着屋もいっぱいあって、そこはちゃんと服見たいと思います。で今回まあなんでこう全然服とか見なかったかっていうと、やっぱりその体力的に残したくて、まあ、皆さんも経験ありますかね。なんか例えば高円寺とか下北とか渋谷だとか、まあ、1日回ると結構疲れますよね、服見るのって。だから結構もう僕もね30日間ぐらい旅して、まず毎日毎日服見てるわけにはさすがにいかないんで、どれだけ服好きって言ってもやっぱり疲れるもんは疲れるんで、まあ、一回ここでちょっとスタミナ残しておいて次のベルリンに備えたいと思います。いやもうこういうところのいいところはね、あのこんばんはこれで気さくにね、大好きです。彼らはあのスウェーデン人で、あの3回ぐらい、そう日本人が大好きっていうぐらい、こんな感じですごい日本好きな方で、ね、こんな感じ飲んでて日本人って気づいてくれて、ね、こんな感じで話してくれてねこれがやっぱりねこういう旅行のいいとこっすかね、まあ、やっぱ観光地行くんじゃなくてこういう地元のところで行くっていう、あ本当にいい経験です。で今ストックホルムの友達とやっと合流して飲んでます。はい、yeah. 乾杯乾杯、yes. Season Frozen is a Japanese man. Okay, alright? Yes. Yeah, right? だから結構日本語ちょっと喋れる、うん、yeah. ちょっとだけ。 Yeah, she's speaking Japanese just a little. Just a little. Just a little.、うん、okay, go ahead.Speaking Japanese. Hey. こんにちは。Yeah. ねねです。よろしくお願いします。ねね。そうねね。あのインスタグラムのアカウントもちょっと送っとくんで。ねねもり。そうねねもりで送っとくんで、はい、ぜひぜひあのフォローしてあげてください。でそれではあのストックホルムのね、めちゃくちゃバーテンダーがめちゃくちゃ笑わせてくるっていう。すみません、ちょっとあの今回はねあの本当にこう休みとしてね過ごした時だったんで、あ次のベルリンではあのめちゃくちゃ仕事としていくんで、ぜひぜひお楽しみにお待ちください。それではバイバイ。